小読みよ小読み。どうもです、つくもやよ。ほなまあざっくり今日の小読み言うていこか。土曜、土を司る独身いう神さんが支配する期間や、土を動かす、犯すことはしたかん言うて言われとる期間やよ。六曜は戦勝、急ぐが勝ち、午前は吉で、午後は凶。今日の干支は、木の戸鳥。木の戸が影の木で、鳥が影の金やさかいに、音陽五行の流れは、金属の刃物が木を傷つけるいうことで、通告。物事が順調にいかへん言うけよ。まあざっくり暦の注釈言わせてもたけんのも、これらを踏まえてどう過ごすかはあんたさん次第よ。ゆるゆるとえひんなるとええね。ほなまたね。